アメリカ軍に逮捕された後のミハイル・レトビッツ。ミハイル・レトビッツはドイツの軍人。第二次世界大戦中、新英隊の隊員として強制収容所の監視長などを務めた。戦後は連合軍によって逮捕され、1945年12月13日に死刑判決を受けた。最終階級は新英隊隊員。1900年、バイロイトにて生まれる。 レトビッツはもともと実業家で結婚して少なくとも4人の子供がいた。1934年から1938年まではドイツ国防軍に勤務している。国家社会主義ドイツ労働者党には1925年9月に入党しており、1930年の再結成の折にも同一の党員番号で復帰している。1938年 SS に入隊し、 1941年までに SS 単位に昇進した。1938年12月半ばからマウトハウゼン強制収容所に勤務し、1940年からは郵便局に勤める。1942年2月初めには偶然強制収容所の監視長に就任。同年4月、ラーフェンスブリュック強制収容所の監視長兼所,所長副官に就任。 11月20日、ダッハウ強制収容所に転勤。レトビッツは、エーゴン・チルの公認たる、所長直属勤務者となり、他の監視長らよりも強い権限を振るった。1944年3月中旬、ブーヘンバルと強制収容所に転勤する。8月以降は、武装親衛隊に転属し、西部戦線で敗戦まで戦った。 敗戦後の1945年11月15日、レトビッツを含む元ダッハウ収容所職員39名は、ダッハウ裁判の中で先般として起訴された。この裁判では1942年から1944年まで、ダッハウ収容所にて幹部として収容者の虐待、殺害に携わった者を取り扱っており、 レトビッツは証人らの証言に基づく40件の殺人に関与した容疑で裁かれた。12月13日、36名の被告に有罪判決が下る。レトビッツもその中の一人で、彼には死刑が宣告された。判決では、監視長たるレトビッツは、他の監視らが行った過剰な懲罰に対する責任があるとされた。1946年5月29日、 ランツベルク先般収容所にて、公主刑に処された。ありがとうございます。